武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は京都大学の科学2017年バージョンですねについて話をしていきたいと思います。京都大学の科学なんですけども、試験時間は理科2科目で180分間なので実質90分間ですね。で、配点は2科目で学部によって違うんですけども、200点から300点の間になります。で、数学で稼げるよって人は数学で点数を取ってくれたらいいと思うんですけど、数学が苦手っていう受験生は理科で差がつくと思うので、理科で点数を取れるよう対策をしていってください。で、そうですね、まずその科学の京都大学レベルの問題の傾向なんですけども、標準的な問題集と似たようなレベルの問題が、多く出ます。ただそこに条件が加えられたり計算が難しくなっていったりするので、基礎を難しくしているような傾向というふうに言えると思います。なので、重要問題集ですね、重要問題集をしっかりやり込んでもらって、その重要問題集に載っているような問題が少し変化する、ちょっと条件が加えられたりして難しくなるので、そこは過去問で対策をしていってください。で、私立とかで出てくるような重箱の隅をつつくような問題はあまり出ないです。なので標準レベルの問題集のやり込みがすごく大切になってくるので、そこはお願いします。で、あとは問題の量がすごく多いですね。90分間で解き切るのは、かなり練習をして要領よくテンポよく解いていく必要があるので、そこも過去問の中で鍛えていってください。で、傾向としては全分野の対策が基本的には必要なんですけど、理論分野では化学平衡の問題、有機分野では構造決定の問題が特に重要になってくるので、そこに関してはもし重要問題集だけでは足りなかったら、科学の新演習などの問題集に使って対策していくのもありだと思います。で、問題文を見た時にほとんどの受験生が初めて見るであろう、実験や化学物質が出題され、いやこんな物質知らないよとか、こんな実験初めて見た、もうできないんじゃないかっていうふうに混乱したり諦めてしまう人もいるかもしれないんですけど、そういう問題こそ問題文中にヒントがたくさん書かれているので、そのヒントを使って自分の知ってる知識と結びつけて解いていくっていうようなことをしていってください。見たことないから無理って諦めるんじゃなくて、そこも過去問で、自分の知ってる知識と何か結びつけられることはないかというふうに対策をしていきましょう。特に重要問題集のやり込みがすごく大切になってくるので、しっかり参考書を完璧にした後、今日伝えた部分を過去問演習で鍛えてきてください。今回は以上です。